斉藤十郎2月5日隊は、日本の政治家、自由民主党所属。参議院議員、厚生大臣、参議院議長、自由民主党参議院議員会会長を歴任。厚生大臣、警察庁長官を務めた、斉藤昇は父。妻は表千家へと戦総佐の妹。三重県伊賀市出身。1 9 5八年に、東京教育大学附属中学校。 高等学校を卒業。慶應義塾大学卒業後、三井銀行を経て、父、昇の死去に伴う1972年の参議院、議員補選に、父の後を継いで、立候補して初当選する。連続当選6回。東京教育大学附属中学校、高等学校及び、慶應義塾大学では、馬術部に所属し、慶應義塾大学馬術部では、首相も務めた。 東京オリンピックでは、馬術競技委員を務めた。自民党内では田中派、竹下派、大渕派、橋本派に所属。1986年に、第三次、中曽根内閣の厚生大臣として初入閣した。また、自民党国会対策委員長、自民党参院幹事長、自民党参議院議員会長などを歴任。参議院のプリンス、ミスター参議院と呼ばれる。 橋本龍太郎の数少ない側近と言われた。1989年の参院選惨敗によるねじれ国会下で消費税廃止法案の審議で自民党参院幹事長として対応に苦慮していたが審議時間は長く取れても最終的には採決、可決、衆議院送付せざるを得ないと小沢一郎幹事長ら党執行部に対して話すことになり消費税廃止法案が 参議院本会議で可決された。1995年に55歳で第21代参議院議長に就任して、官例に従い自民党の党籍を離脱した。また、この年より日本社会人団体馬術連盟会長も務める。1998年の改選時には異例の議長再任を果たした。この背景には、 斉藤の名コードを務めた、竹下登元首相の後押しもあった。議長として、参議院改革に尽力し、おしぼン式投票を導入した。1999年8月12日の通信防受法など、組織犯罪対策三法採決では、野党が牛歩戦術を取った際、斉藤は、議長職権で投票時間を制限して牛歩を封じた。 2000年に選挙制度改革をめぐり、参議院の特別委員会において野党が委員会への委員名簿の提出を拒否する、審議拒否戦術に出ると、斉藤は議長権限で野党の委員を選出した。10月19日、選挙制度改革をめぐる、与野党調停に失敗し責任を取る形で議長を辞任した。その後も、 しばらくの間無所属のままでいたが2001年4月2日自民党に復党三重県連会長となる2004年に政界を引退した第20回参議院議員通常選挙には津田健次が代わって立候補したが民主党の柴広和に敗れた3年前の第19回参議院議員通常選挙でも自民党候補は敗れておりこれで自民党は 参議院三重県選挙区での議席を失った。2013年第23回参議院議員通常選挙で吉川由美が勝利するまで参議院一人区では数少ない自民党の空白区となっていた。政治家の年金未納問題が注目された際に年金の未納が発覚している。議員引退後は全国社会福祉協議会中央共同募金会。 全国老人クラブ連合会の各会長を務めている。また、2002年からは、三重県遺族会会長も務め、三重県五国神社にも数形を寄せている。2018年秋の叙勲で、東華大受賞を受賞。ありがとうございます。